ゲッターズ飯田の初めの一歩億万歩。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万でございます、はい、さあ今週はこちらの企画をお届けします。ゲッターズ飯田が突然ですが電話で占います。さあ盛り上がってまいりました。盛り上がってまいりました。これがもう結構電話が最近はなるよね、なるようになりまして、出るようになってね、はい、でもなんかこの前僕億万城ツアーっていうなんかそのツアーをやったんですけど、はい、そこの参加者の方がこれ電話出れなかったって言ってました。えあかかってきたの、ね、電話かかってきたの出れなくて、でお前ちょっと ね聞きたかったんですけどっていう、そのタイプ入れる。でもその子はねずっとお母さんのことを占ってるみたいですよ。浜松城行って浜松城行ってお母さん、俺人生で一番行った回数が多い城は浜松城。あそうなんですか。地元だから。あそっか、親父が浜松の人だから。そうだ、じゃあパワースポットだ。ちっちゃい時からずっと行って、ここに行ったら出世するぞって言われて、まあ出世城って言われてますからね。出世しました。あ本当だ、俺行ったからな。20回ぐらいというちょっとあと19回頑張って。さあということで応募されてきた方の中から当選した方に今から事前予告なく電話をかけていきます、はい、運よく電話出られたら飯田さんに占ってもらえます。ぜひ出ていただきたい、千葉県は30代前半女性ゆうゆさん、入籍日についてアドバイスをお願いいたします。指輪も買ってあとは入籍するだけなんですが、いつ入籍したらいいか悩みに悩み、入籍したいなと思った日は私が裏運気の日で彼もあまり良くありませんでした。人生一大のイベントに悩まされています。さあゆうゆうさん出るかな。人生一大のイベント、ゆうゆうさん、ゆうゆうって言ったよね芸人。ゆうゆうさん騒ぎ見ないね。おにゃんこクラブ、おにゃんこクラブだっけ、うん、あもしもし、はい、どうも占い師のゲッターズ飯田です。ゆうゆうさんでしょうか。はい、当選おめでとうございます。ウェブラジオ当選しました。え、すごい、ありがとうございます。今大丈夫でしょうか、何中でしょうか。あ、今あの仕事してました。え、大丈夫ですか今まだ。はい大丈夫です。本当ですか。なんで大丈夫ですか。仕事中ダメじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。なんかピピピピしてますけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。あのなんか入籍日についてアドバイスをお願いいたし、あ、億万です。あ、お願いします、はい、入籍日についてアドバイスお願いしますっていうことなんですけども、はい、どんな感じなんですか今は。あ、それがですね、はい、あの土曜日に22日に入籍しちゃったんです、はい、あ、しちゃったあ、じゃあおめでとうございます。じゃあもういらないですね。もう大丈夫だ。じゃあ、あ、でもさよなら。いやそうだろ。よかったですね。よかったよかった。ちなみに彼の生年月日聞いていいですか。ここは編集でカットしますんで。あ、はい、の、はい、じゃあもう一緒にじゃあ住んでるんですか。はい、一緒に1月から住み始めてます、はい、あ、じゃあよかったですね。そうか、ゆいさんでももともとプライドが高いところと、はい、ゆいさんはちょっと理屈っぽいので、はい、何事も考えすぎるところは出やすいと思いますが、はい、なんかお母さんみたいになりすぎちゃうので、はい、そうです、ね、頑張りすぎないほどほどにしといた方が、はい、あと明るいので、うん、人の心をつかむのうまいのです、はい、うまいな。ただネガティブが、はい、まあ、羅針盤なんでね、ネガティブはちょっと入るんで、はい、突然マイナスに考える癖がありますので、はい、そこだけ気をつければ。彼がめちゃくちゃマイペースだね。インディアンか。あ、そうなんです。じゃあ繊細だけど陽気なので、いいじゃないですか。はい、あ、でもそうですか。なんかすごく子供っぽくて。あ、そうそう、でも中学生みたいなもんですか。ちょっとそうなんです、イライラしちゃったりとか結構多くて。綺麗好きなくせにガラクタが集まったりとか無駄なものがあるんで。あ、そうですね、はい、すごい趣味のものが集まりやすいので。え、どういったところが子供っぽいって思うところなんですか。はい、なんかすごくこう、うん、お母さんが大好きだったりとか。あ、なるほど。うん、あとはなんだろう、やっぱりすごい人に甘えるのが上手。あ、でもいいじゃないですかそれは。なんかそれも銀特有のタイプだから。あ、そうなんですね。末っ子なんですか。長男じゃなくてですか。あ、長男なんですけど、はい、甘えん坊長男ですか。はい、でも人に甘えるのが上手い人っていいことですよ、うん、そうですよ。でもきっちりされてる方なので、意外とでも細かいこと言ってくるんで、はい、彼見えっ張りなところと。そうなんです、細かいこと言ってきます、うん、すごいな。でもゆうゆうさんが、はい、羅針盤だから細かいこと考えすぎるところと完璧主義が入ってるので、はい、でもゆうゆうさん根はいい加減なので、はい、そんな自分もとか適当なので人のことで言うとね、はい、不満が溜まっちゃいますので、はい、まだね、はい、新婚ですから結婚したのは良かったなと思いながら、はい、彼は運気絶好調に、はい、おー、よかった。あ、本当ですか。はい、仕事もいいのでここから仕事がどんどん良くなりますので、うん、彼お酒幼稚で、彼はね、
はい、わかりました、はい、なんかどうぞお聞きしたことありましたら。あ、ちょっと待ってくださいね。そうですよね。すいません。すごい動揺してて。なんかあれですか、やっぱ褒めてあげた方がいい感じですか、はい、彼は。彼は挨拶とお礼が。そうですね、褒めた方がいいですね。そうそう、褒めて挨拶とお礼だけちゃんとしといてください。はい。いつもありがとうねみたいな。はい。2つ聞きたいんですけど、はい、入籍日が多分2人ともあんまりゲッターズさんの言いだ、はいはいはい、あれだとあんまり良くなかったんですけど、うん、はい、それでも大丈夫かなっていうところと彼の運気が絶好調にいいので今年が、はい、なので今週だと、はい、そっか、まあでもそんな悪いタイミングじゃないので、あ、よかったよかった、大丈夫ですか、よかった、極端、あ、よかったです、ありがとうございます、極端に悪いとこじゃなければ大丈夫ですよ、うん、はい、あと子供がちゃんと授かれるかなっていうのが、うん、ちなみに彼は何人兄弟ですか。2人です。あ、じゃあ2人産むと思います。うわ、すごい。彼の構成、彼は何ですか、男長男と男弟で男男、あ、じゃあ男男になる可能性高いですね、ああそうなんですね。彼の方が家系にいると持ってるんで、インディアンザの方が強く出るので、うん、はい、ちなみにゆうゆうさんは家系、ご兄弟は、私は女女なんです。あ、じゃあ連続するってことか、どっちだろうな、ちょっと待ってください、じゃあうまくいくと両方できるかな、男の子女の子なんかどっちがみたいなのあるんですか。私は女の子がいいなと思ってるんですけど、まあね、女の子かもしれないね、はい、2023年妊娠だと、うん、はい、2023と2026は男の子だと思います、はい、おお、あ、はい、2023、4、5だから1、ん2023、2026が男の子、2025は女の子だと思います。24は、4は妊娠しないと思う。おお、なるほど、すごい。あ、でもちょっと待って、ちょっと待って、ゆうゆうさんもあったわ。2027も女の子かな、こうすると。うん、あ、でもそんなチャンスがあるんですね。これもありますもん、ね、希望が湧きますよね。うん、はい、はい、大丈夫ですよ、妊娠しやすいから大丈夫ですよ、嬉しいです、よかった、あ、でも体調変化、健康、あ、リフレッシュの年、リフレッシュの年ってあの妊娠しやすいので、はい、来年生まれて幸運の年になっていい流れって、これ一番よくできるパターンなので最高じゃん、あ、本当ですか、全然気にせず、はい、楽しくやってください、は、はい、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。じゃあ旦那さん褒めてあげてください。はい、たくさん、仲良くやってください。はい、ちょっと褒めて頑張ります。はい、小馬鹿にする癖だけ直してくださいね。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。お疲れ様です。ありがとうございます。ああ、すごいですね。やっぱ節々羅針盤出るよね。あ、そうでした、特になんか起きたわけじゃないのよ。あ、確かに心配するでしょ。勝手に不安になってる。うん、子供っぽくていいじゃん、無邪気で。ね、まあ、言い方ですよね、うん、結局ね、うん、考え方と視点と合わせ方が間違えると悩みに変わるらしいんだ。いやー面白い、事件が起きてないのに勝手に事件起こしてるから、そっか、勝手に、うん、いつか死ぬかもしれないんだけどそうなのよ、全員そうだから、そうなの、勝手に不安感じゃないよはい、じゃあ続きましていきましょう、はい、神奈川県は20代後半女性ミミさんでございます。おめでとうございます。転職のタイミングが知りたいです。将来のワークライフバランスが心配で転職を考えています。ただ今の会社だからこそのポジションでもあると思うと新しい一歩が踏み出せません。 ありがたいことに忙しい毎日ですが、将来家庭と両立できるのか不安な仕事なので占っていただけないでしょうか、よろしくお願いします、というですね。ほうざっぽい、本当ほうざかやっぱり。さあ、新しい一歩が踏み出せませんってことはねえ、なんとなく方向は分かってるような気がするんだよな。お仕事してんだろうな。勇気だけですよ、あとは。ワークライフバランス初めて聞きましたよ。俺ワークライフバランス考えたことないですよ。映画のタイトルみたいだよ。これでも6番もとか警戒してるからな。